昭和58年台風第5号は、1983年8月に愛知県に上陸した台風である、東海地方を中心に大雨による被害が発生した。震度図1983年8月5日、グアム島の南西およそ6 5 0トルの海上にあった弱い熱帯低気圧は台風5号に昇格した。台風は発達しながら北西に進み、 9日9時には、中心気圧895ヘクトパスカル、最大風速秒速60メートルの猛烈な勢力となって最盛期を迎え、9日21時には、震度を北内市北北東に変えた。その後もゆっくりと北上を続け、17日7時頃に、中心気圧970ヘクトパスカル、最大風速秒速25メートルの勢力で、愛知県厚見半島に上陸した。 上陸後は勢力を弱めながら、ゆっくりと蛇行して闘心し、静岡県を東に縦断。17日17時頃に富士川川口付近で、北東に進路を変え、山梨県東部から東京都西部に進んだ。同日24時には、栃木県南部に達し、18日5時頃に、茨城県北東部から、鹿島灘に抜け、三陸沖に進んだ。この台風の暴風域は、 直径 850km に達し、暴風域のデータが残る1977年以降では3位台の大きさであった。また、この台風が上陸する前の15日には、台風6号が関東、東海地方に接近している。この台風と先に接近した台風6号の影響で、山梨県など東海地方を中心に大雨に見舞われた。台風により、死者、 行方不明者3人、負傷者28人の人的被害が出たほか、前回、流出19棟、半壊、一部破損137棟、床上浸水837棟、床下浸水5341棟の重火被害が生じた。日本上陸台風一覧、web.archive.org2020 年8月4日、閲覧。 1983年台風第5号 ty8305tydb.bosai.go.jp2020 年8月4日閲覧 ABCDEFGH 昭和58年8月14日から17日にかけての台風第5号と第6号による山梨県の大雨災害時期消息報国立国会図書館デジタルコレクション デシリットル .ndl.go.jp 2020年8月4日閲覧デジタル台風台風198,305号詳細経路情報アゴラ .x.ne.ac.jp 2020年8月4日閲覧デジタル台風台風198,306号詳細経路情報 a g o r a x n a c j p 2020年8月5日閲覧ありがとうございます。